皆さんこんにちは、木下まりやです。今日は見ていただいたら分かるようにカルディで爆買いしてきましたで、いつもカルディに行くときは友達と行ったり自分で行ったりするんですけど、今日は店員さんにおすすめを聞いたり友達のおすすめを聞いて初めてのものもたくさん買ってきました。なので食べながらレビューしていきたいと思います。まず一番最初に何行こうかな。知ってるものありますか？パッと見、私これ気になってた飲み物から行こうかなと思います。これ知ってますか？初めて見て、私ね、あのドトールのハニーカフェオレが大好きで、同じような味になるんじゃないかなと思って気になって買ってみました。今日は画面の後ろにちーちゃんっていうカドレのデザイナーさんが私の YouTube を手伝ってくれるということでいるので、一緒にお送りしたいと思います。ちーちゃん、挨拶お願いします。こんにちは、よろしくお願いしますじゃあこれを作ります。牛乳に入れて作ってみようと思います。ありがとう、作ってくれました。めっちゃ美味しそう。普通に超美味しそうじゃない？え、蜂蜜の匂いする。あ、すごいする。めっちゃ蜂蜜、美味しい。なんかドトールの本当にハニーカフェよりももうちょっと蜂蜜が濃いぐらい、美味しい。でもこれ蜂蜜苦手な人無理かもぐらい蜂蜜、ね、めっちゃ蜂蜜美味しい、でね、このハニーラテベースの近くにあったこのモナンのキャラメルシロップもちょっと気になって買いました。モナンってね、もっと大きいボトルで普段売られてて、お家にラベンダーのシロップと金木犀のシロップあるんですよ。なんかカフェオレに入れたりとか、あとはティーに入れたりとかしてよく飲むんですけど、キャラメルはもともとめっちゃ美味しいって言われてるのを知ってて、本当にね、なんかキャラメルラテみたいな感じになるっていう噂を聞いてるので、美味しそうと思って買いました、まあ、これはね、飲まなくても大体の人が分かるんじゃないかなと思うから、はい、次、じゃあ次はカズチにしようかな、カズチじゃないわこれ、カズチプレッツェル、プレッツェル、これね、ちーちゃんが見つけてくれて、みんな知ってる？このね、有名なさカズチのプレッツェル味が出たんだって。めっちゃ美味しそうじゃない？食べてみようと思います。え、美味しいかな？カズチ食べたことある？あるある、美味しいよね。大好き。マジ？え、絶対じゃあこれ好きじゃない、あ、すごい、香りからカズチの香りする。はい、いただきます。ワインとか、めっちゃ合いそう、超うまい。ブラックペッパーがほんのり効いてて、確かに、めっちゃ上手じゃん、食レポ。わお。なんか私カルディ行って知らない人めっちゃいるんですけど、カルディで置いてあるこのモヘジっていうブランドをめちゃくちゃ推してるの。まずモヘジが出してるものは間違いないから。だからね、カルディって何買えばいいか分かんないみたいな人は外国のやつとか買うんじゃなくて、そのモヘジっていうところが出しているこのモヘジマークが入った商品を買ってみてほしい。マジで今まで一回も間違いなかった。絶対美味しいじゃんこれ、食べよう、待って、え、想像と違う。え、いい方食べてみて。甘くない？ほんのり甘い。そう、なんか甘いのに甘ピリ、甘ピリみたいな感じ。え、なんかもっとガッツンと胡椒くると思ったの。うん。くるんだけど甘さが結構ない。なんだろうこれ。めっちゃ不思議な味。なんだろう。なんか一層濃
コーティング、うんうん、コーティングされてて、うん、その上に胡椒が乗ってるから、うん、思ったよりしょっぱい系じゃないかも、うんうん、えでも私は好きめっちゃ、うん、味のバランスがいい、うん、めっちゃいい、うんうんうん、確かに。でもねこれをね超しょっぱい系だと思って買ったら、うん、えってなるかも。ちょっと期待外れかも、うんねうんうん、でもこれこういうもんだと思ったら全然美味しいよね、うんうん、めっちゃいい。これはね今日は作れないんだけどなんかめっちゃ美味しそうと思ってチリクラブラーメン。シンガポールに旅行行った人だったら1回は食べたことあると思うんだけど、シンガポールのチリクラブヌードルとか、 なんかチリクラブをパンにつけて食べるやつあるじゃん。あれのラーメンだよ。絶対美味しくない？辛いのかな。え辛そうだけどチリパーだよ。だって、まあ、でも山椒も効いてそう。なんかシンガポールの代表料理チリクラブの焼きそばタイプ、うんうん、濃厚で甘辛いソースは太麺との相性抜群ですって。え絶対美味しい。これもちょっと今日は食べれないんですけど家帰り食べたいと思います。レビューするんじゃないんかいっていう。これもね今日は紹介するだけなんだけど、このエビクリームソースめっちゃ美味しそうと思って買っちゃいました。かね、このベースっていうパンを、パン？これはねパスタなんだけど完全栄養食のやつをちょっとダイエットで買っていて、今これがね、まあ、ソースがないとマジきついのよ。正直レポだからめちゃくちゃ味の濃いクリーム系のソースと合わせたら美味しくいただけるんじゃないかなと思って買ってみました。これはねなんかね薄いソースで食べたら食べきれなくて、これはセットということで、はい。次、あこれは間違いなくない、うん、これ何回も買ったことあるんだけどポップコーン、うん、黒トリュフ入り、なんかね店員さんもこれお問い合わせすごい受けるって言ってたよね。あ言ってた、うん、めっちゃいいよ。このさ匂いがさ YouTube では伝わらないの悲しい。超いい匂いトリュフの、もうこれ絶対美味しいよ。うん、食べたことある？ない。え、食べてみて。匂いすごい。ね。なんかさ、そんなにガツンでも別に来ないじゃん。うん。美味しくない？うん。ほんのり香ってめっちゃいいよね。うん。これ見ながら映画とか見るのめっちゃおすすめ。食べながらね。うんうんうん。美味しいかもこれ。でも、うん、思ってたより美味しい、全然、うんうん、めっちゃおすすめ。これね、これはちいちゃんがねめっちゃ推してたの。何これ何？いやなんかダイエットにもちょっと良さそうで、うん、まあ、ほんとちょこちょこ、ほら今ねテレワークだし、オートミールミニバイト、うん、えでもさ見て、コホーションの鉄分、ほうれん草 825g とか、うん、カルシウム120cc 分、うんうん、カリウム、椎茸 100g 分、なんか体に良さそう。なんかね、今気づいたらデータ消えちゃってて途中から取り直します。このオートミールミニバイト見て、パッケージ超可愛いの、うん、こんな小さいと思わなかった。めっちゃミニサイズだね。中身も可愛い、見て。なんかシリアルがホワイトチョコで固めたみたいな感じかな。なんか優しい味する。おいしい。なんかちっちゃい子とかすごい好きそうな味する。確かに。でこれさっきねこの部分もめっちゃ消えちゃったんだけど、香りはね、うん、めっちゃエビの殻の香り、なんか頭の香りするよね、うん、なんだけど味はね、うーん、マジですっごい遠くでエビの香りする感じ。はるか彼方で。これはあんまり私は好きじゃなかった。なんかエビさんそんなに好きじゃない人も食べれるって感じだけど、うんうん、エビ好きが買ったら物足りないなって思う、うんうん、って感じでしょ。あとこれもね、できたおもろかし、これ超可愛いの。なんか見てこんな感じ。店員さんが激推ししててめっちゃ売れてますよっていうね、うん、今ちょうど北の部屋でやってたよね。あ、そう、うん、確かに宮古島さんだって書いてある。確かに、そうそう、うん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 、なんかねもっと濃い味想像してたんだけど、めちゃくちゃ口の中にトウモロコシの風味が広がって、ほんのり塩味みたいな感じだから
なんかちっちゃい子とか好きそう、うん、お子さんが好きそう。甘みもめっちゃある感じ、うんうん、香ばしさもある、うん、確かに、うん、これ大好きなの。なんかね、くるみがね、黒糖に包まれてる商品なんだけど、うん、これは超美味しいよってちいちゃんに超おすすめしてて、こんな感じ、うん、コーヒーとも合うし、紅茶とも合うし、なんか緑茶とも合う万能選手だと思う。いただきます。うん、うん、この、どう、うん、なんか思ってたよりやっぱり、うん、なんかもっと固い黒糖っていうか固いの想像してたけど、うん、確かに、うん、本体もなんか程よくて、うん、甘すぎず、うん、ラミって超美容にいいから本当におすすめ。めっちゃ美味しい。これはね、かなり家に常備してる率が高いです。うん、で、さっきここにあったパッキーモっていうタイの辛いやつ今調理してるので、それで最後かな。背中あっという間だったね、食べ始めたら。楽しみ、ルルン、楽しみ、ルルン。お待たせいたしました。ありがとう。やばー、めっちゃ美味しそう。見て、やばー、超美味しそうじゃない。やば、辛そう。匂いがやばい。なんか追いチリパウダーが。え、かけた？かけた、かけた、もちろんもちろん調整させてそうね、全部かけたの。選択肢ちょうだいってやば、あ、じゃあ全部かかってんだ。もう全て入ってるものは。やば、やばい、辛い匂いがする。うん、あり、うまい。おお、その後に辛いから、え、なんか韓国の辛ラーメンってめっちゃ有名なやつあるじゃん。あれより全然辛くないよ。え、ちいちゃんも食べてみてよ、その作ったやつ。うん。どう？うんうん。うん？あ、でもなんか確かに辛ラーメンより辛くない。え、そんな辛くないの、うん、しかもさ、先にさ、甘さ来ない？来る。え、めっちゃ美味しいんだけど、私的にはめっちゃ美味しい。うん、でも、タイのパッキーマンの味ではない。笑う。タイ料理好きだからすごい、うん、パッキーマンもお店行ったら絶対頼むんだけど、うんうん、これはパッキーマンの味ではない。なんか違う味してる。まあ、タイの何かって感じだね。うん、そんな料理の味ではないけどこれはこれでめっちゃ美味しい。美味しい。なんか作っててみたけど、これ日清なのね。あ、そうだったの。え、じゃあ間違いないじゃん。そう、味はだからやっぱバランスというか美味しい、うん、うんうんうん。いや、これね、そんなに辛いの得意じゃなくても食べきれるくない？と思う。ね、めっちゃ美味しい。激辛ではない。うん、激辛ではない。なんか辛いのゴーみたいに書いてあったけど、うん、全然そんなことない。うん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 。え、これまた食べたい。美味しい。うん、今日紹介した中で、なんだろう、どれが一番好きだった？思いのほか、うん、トリュフポップコーンは、これね、なんかトリュフ味ってたまになんかちょっと美味しくないというかね、うん、まあ、これは本当にそこまで控えめで、あとはまあそうね、カズチーとかなんかね、うん、私もカズチーが一番美味しいと思う。うん、うん、これは本当美味しかった。これマジめっちゃ美味しい。うん、これとやっぱ黒糖プリンのお酢だから、うんうん、これも甘いのかで美味しかったし、うん、あとこれ普通に美味しい、うん、なんか辛いけど食べきれる辛さというか、美味しい、うまみがある辛さで美味しい。うん、うん、感じでした。じゃあ今日はカルティを食べながら実際にレポしていったんですけど、なんか気になるのあったら嬉しいですまたこの後も何やろうかな、なんかリクエスト来てるのは成城石井とか来てるんですけど、そういういろいろ買ってみた、食べてみた、やってみたいと思います。この動画がいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。ありがとうございました。ありがとうございました。マリアちゃん。はい。今日のコーデのポイントは？今日のコーデのポイント？なんだろう。今日は打ち合わせ終わって、うんうん、
起きたから、うん、なんかちょっと綺麗めな服装意識してて、上品だけど、まあ、ちょっと可愛らしさもあるみたいな。なるほど。感じで、トップスはこの間買ったセルフォードのやつなんだけど、うん、形めっちゃ可愛くない？なんかちょっと痩せ見え、うん、なんかこう細見えコーデというか、袖もいい感じ、ね、うん、でネックレスはバンクリでしょ。いつもね、なんかこう大きいバンクリよりも小さいバンクリの方が上品な気がして選ぶこと多いかな、うん、なるほど。でこのスカートはあの色違いって4枚ぐらい、色違いというか、まあ、バージョン違いで4枚ぐらい持ってるんだけど、ルージュビーフラクレっていうところのやつで、うんうん、私155センチなんだけど、丈感がほんとちょうどよくて、ほんとちょうどいい、ね、うん、前のなんか形と後ろの形が全然違って、うんうん、これも細見えして可愛いなっていうところがポイントですね。ポイントです。はい。恥ずかしい。こんな感じで大丈夫ですか？大丈夫です。